フライ、ダディ、フライは2003年2月に講段社より発行された金城和則による日本の小説。また、それを原作とした映画作品および漫画作品。レボリューションナンバー3に続くゾンビーズシリーズ第2弾。これを原作にした同名の映画が2005年7月9日に公開。その後、2006年4月には韓国で映画化された。また、 秋中学による漫画版がヤングサンデーにて連載された。円満な家庭の中、幸せな生活を送るサラリーマン、鈴木であったが、夏のある日、マナ娘が友人と訪れたカラオケ店で絡んできた他の高校の生徒でボクシングの高校チャンピオンである石原に殴られ入院し、心を閉ざしてしまう。鈴木は石原へ復讐を果たすべく。 包丁を持って、石原の高校へ向かうが、在日高校生である寸心に伸ばされてしまう。その後、目を覚ました鈴木は乗り込む高校を間違えたことを知り、気を落とす。そんな鈴木に対し、話を聞いた、寸心やその仲間たちは、石原に、一仕報い、鈴木の家族の絆を取り戻すべく、ある計画を立てる。それは、夏の間鈴木を鍛え、 喧嘩戦法で石原を倒すというものだった。ゾンビーズシリーズ第2弾として発表されたが、レボリューションナンバー3が、春心たちが3年生の11月の時,の時の話であるのに対し、こちらは夏休みの物語なので、作中の時間設定は、こちらが先である。カッコ内は日本語、吹き替え小学館ヤングサンデーコミックスとして、上下館の計2巻発行。 フライダディに関するカテゴリー、ありがとうございます。